お疲れちゃんスラッドです。今日ですね、久々にこちら挙式クローンデッキやっていきたいと思います。さあ、前シーズンねずっと使ってました挙式クローン、まあ、今期もやっていこうと思うんですけども、まあ挙式はね HP5% 加法されて、まあ、ミラーの加法もあったことで結構使用率は下がりましたね。なのでゴレとかラバとかエレジェイとか結構大型が増えた気がしてますので、そこをちょっと挙式クローンでね買っていこうかなというわけでやっていきます。で、なんとねユーノちゃんが、はい、入ってきました。もともとウッドでやってて、ウッドあっても結局枯渇にね勝てなかったりだとか、ウッドのメリットがちょっと薄かったので、まあおしゃれなね、はい、ちょっとユーノクローンとかでこうよりね自己要素をマシマシにしてね、はい、今日やっていきたいと思います。なんでこのユーノが結構ね鍵を握りますね。やっぱ今まで勝てなかったこう高回転施設ですね、そう、施設系に対してやっぱり陸がちょっと薄くなるので、スケとかファイスピとかそこをユーノのクローンでねこうピピピピピピピってこうマジで無限にね走らせて、はい、自己ラッキーで勝ちたいなと思います。なので神相性をお願いします。マジでもうクローンに脳が侵されてる、使わなきゃちょっと落ち着かねえ。あ、ちなみに生配信で75ぐらいまで上げたので地味高だ。そう、まあ、ラバとか今まで通りねスケバレコウモリエレスピのキョスケのクローンしとけば結構勝てると思うので、ラバ系は今まで通り相性がいいと思う。でも嫁見つくと熱っタイミングかぶったんだけど、ゴレっぽくね、あのスタンプ使う人気のせいか、あーゴリゴリ気のせいのジャイスケラか。八重ゆきジョインつけのですね、これ八重ゆき今使ったターンなんで、ゆきとジャイか、まあクローンしてどうせ矢を使ってきそうみたいな、クローンしてパッパ溶かして、うわーボーラー強えよ、えいやめっちゃ溶けるやん、いや俺の思って100倍ぐらいに言ってる溶けてんだけど、えそんなことあるっていうぐらい溶けてる。まあ八重きだったので嫌がらせしたいな。さあダクネボーラー型の方でしたね、ジャイスキラ。え、いって、いやーマジで浮きすぎたっすね、ダメージ守れると思ってスケバレ飛ばしたけどいらなかったな。さあジャイスケラは、まあユーノが事故ってくれればねみたいな、ウッドがないのでその分攻めでダメージを稼ぎたい。うん、後ろボーリー、アチャクイ型出た、アチャクイダクネのコウモリをさよならしてね、よりこの火力に特化させたジャイスケです。熱いぞ、外してるぞ、いやー防衛うめえかよっていうぐらい入らんす。お願い、あれマジで入ってほしい、いやでかすぎる。ここでいっぱい事故ってもらって、いやいいよ、いやダメージ、うわーそれやばい、ボーラーの石ころ狙ってる、うん、おスーパー耐えた、ボーラー来そう、うわースケルトン部隊強え、ウッドが欲しくなるな。いやそんな守れんの、
LSP で突破したい。おっ、これスケバレのマジ落下で世界変えろ。おっ、うおー、勝ってゆく。勝っちゃったね。いやーマジで危ねえ。大盛りゲッチュー、あざす。さあ7号到達。いやまあ言うのな、まあ、今回はそんな活躍はしてない、今回はそんな活躍してないけど、絶対いつか暴れてくれる時がね来ると思うんですよ。こんなキョスケスケバレコウモリってやってると事故りますから、まあ、言うのはあと逆サイの攻めもいいかもね。キョスケ吹き矢とかで攻めつつの U のコウモリとかね、あとはなんだろうね、スケバレ飛ばしてからのまあなんか後から U のとか、ちょっと攻めの幅がね広がったと思うので、多すぎるんだけど。あ、この人ラバルじゃなかったかな、俺の記憶が正しければラバルだと思うので、キョスケスケバレコウモリクローンして吹き矢回収しとけば勝てる相手だと思います。まあ防衛がレベチに上手いとまた話は変わるんですけどね。うん、さあキョスケの、あ、やべえ、スケバレ使ってしもさ、ミスった。まあザップ使ったからいいか。さあコウモリで溶けるし、おっ、あれがもう全部ねキョスケのあの爆破で幸せ、マジで幸せよこれが。いやーこの言うのもうざいぞ。あー LSP 添えてたら天使だったか俺は。さあでもそれを使ったら右のスケブも入るんじゃないの、お兄さん。そんなに攻めちゃって、よし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 、さ絶対コウモリザップ打ちたかったもんね今の。誘いつつのダメージを稼いでいく。いや今んとこいいぞこれ。まあ負け筋は一本も折れないとかなのかな。さあこれケツキョスケでもよかったけど、ちょっと攻めちゃうかいろいろ。一旦ハゲにしたいね相手の陣地を。ちょっと怖いな。うん、怖いな。なんかいっぱい事故る、いっぱい。お願い。お？あれ？なんか、キョスケと言うのと、なんだあれは。なんかの。スケブからのかわかんねえ、スケバレからのかわかんないけど、スケが暴れてましたね。ババとスケドラとなんかいっぱいいたけどね。あれババを攻めて使ってるな。あのスケドラを多分しばいたんでしょうね、なんか見てなかった。いやーでかすぎるな。さあラブラはね多分相性がいいんですよね。相手が別にヤナメタップとか基本的に何でもかな、基本的に何でも相性がいいと思ってる。そうだからラバ引けるとでかいね。うん、ボーナスタイム。さあガンツみたいな、よろしく。いや言うのが今の試合とかはねあんま見てないんですけど、頑張ってましたね多分なんか最後タワー殴ってたもん必死に。よし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 。まあ遅れて追加の言うのも強そうだけどね。キョスケコウモリとかでクローンして戦いつつの遅れ言うの。さあスケアイスピー、おー、あ着色欲だ。
あ、違う、キョスケホグだ。いやー、これいつものやるか。一旦これ押しますね、相手のキョスケを。相手のキョスケを押してタワーに行きたい。相手のというか俺のか、タワーまで走らせたかったんですけど、ワンチャン？お、来た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 、俺のやりたかったやつ。さあこれは消えてもらって、お、おいしい。え、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。次の防衛が大変ぐらい。一発スケバレの、まあ大砲とかかな。うんうん、いやいいぞ流れは。で相手この U の受けもちょっときついから。いやー U のいつでいるこれ。相手のキョスケの爆破でいかれんの嫌だけど、まあ一旦キョスケコウモリでマジでクローンしとくこれ。マジで一旦しとくだかんな。押してじゃあ、吹きは右行こうとしてる？まあ、事故れ事故れ事故れ、いけユーノ走れ。ちょっと怖いっすね。でもあれ、相手の防衛が定まってきてる。結構入ってる。これは次ね。お？いやー、未来言うのが行かれるっていう。走れ走れ。当たれ。よし。危ねー。今まで負けてるかな。押せ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 、もっと。いや天才。おお、来た、言うの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 、これ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 よ。やっば、ちょっと待って、ちょっと待って、え、今まで勝てなかったんだよこういう系が。いやこれよね、やっぱ後ろから言うの出すことで相手もホグを飛ばしにくいよと。いや、しかも最後言うの動きがなくなるよと。いや結構強いやつらを倒してんじゃないのか。そう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 、いや悪くない、マジで言うの型です。ウッドない、ウッドないね。ウッドないとなんかスケラとかね、枯渇とかちょっとね、怖くなる。より怖くなるけど、ぶっちぎもともと勝てなかったかな。LSP で頑張って、その分言うので、火力を増した方が、いいんじゃねっちゅう。わ、マジで、熱いな。なんかミラー言うのがキョスケにやられてたのはちょっと悲しかったですけど。いや、なんか、可能性がね、マジ。わ、コーディゴだ。コディゴは着衣ロイフグとかロイジャイとか、まあ、テンプレうまいっすね、マジ余裕で俺よりもうまい。さあ、まあ着衣ロイフグっすね。
うまい族っすね、マジ。高回転から中型とか何でも使える。いや、地下力じゃなかったらいいな。いや、わかんねえ、これ。何なんだろう。あ、着色い服です。まあ、外れってやつっすね、いわゆる。いや、まあ、言うので世界を変えるしかないっすね、マジで。言うのでしか変えれないです。言うの追加っすね。まあ、キョスケクローンしつつの、いや、このファイスピードだ。まあ、めっちゃ高めスケブもあと強いな、ロイフグには。まあ、来ねえか。よし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 、いいよいいよ。いや、ここの圧着を延命するやつなんだな。いや、しかも圧着いる間のロイフだから早いっすよ。もう来るっす。なんで？やばい。いやー、結構いい攻めしたけど、まあまあまだあるな。一撃必殺っすからね。うん、やっぱせっかくね、キョスケがいるっすよ。さあ、こっからどうやら勝てんだよ。うん、警戒してんな、しっかり。いや、めっちゃ勝て。これ勝てんの、これ。マジでマジで言うのとか関係ねえな、こんな。本当に、お、うん、呪文多すぎ。うわ、コウモリ行かれたらやば。回転バグ。いや、きついっすね。うん、やっぱこれ言うのになったところで、みたいな。ファイボーでも使ってないし、みたいな。さ、しゃーなしっすな。チクログぐらいまで行くとやっぱきちいんだな。さあ、神相性来てほしい。この人はペッカ工場のイメージがあるな。いつもウッドの時だとペッコーには
勝率は悪くない気がする。ペッカ工場っすね。そうっすね。マジアチェかガゴかファイボかポイズンか。マジアチャイ。おお。あ、マジアチェ当たんねえのか。当たるんかい。これとかクローンしたらどうなる？弱いか。いやめっちゃいいゴーストだな。さあペッカコジのマジアチチャンスね。どうしようかな。まあ、キョスケフキアが強いですね。やっぱ相手フキアのあれがないんで。まあ、ファイブクポイズンだけど、アド取れるから。結構待ってる相手。いや、待ってるよな。俺のに合わせたいんだろうな。いや、待たれるとなんか嫌だね。ペッカ使いで待ってくれて特殊だよね。吹き矢を抑えたらみたいな。そういうルールでもあんのかな。まあこれ逆サイ工場からのペッカの後ろにマジアチャスね。後ろじゃないか。まあそういう感じになってくるっすよね。そりゃいやーこれマジで調子いい。いや家のどっか行ったな。いやめっちゃ吹き矢肺活量すげえこいつ。え、やばくね？美味しすぎ今の。いやー吹き矢どっか行った。おーでも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 、スケバレのロックアイルでかい。いやー足りねえか。オシャンティー防衛。いやマジオシャレすぎる防衛。自分で言ってる。耐えろ耐えろ耐えろ。12秒だ12秒。よしよしよし。でかすぎるでかすぎるでかすぎる。よし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 。いやめっちゃ熱いこれ。相手もあったまってんな。いやマジでこれ
勝てんのマジで熱いよね。さあマジでチャリも勝っていくのにさ。さあということで、あの緊急時のね、キョスケミラー、キョスケクローンか、キョスケクローンで、あのペッカも交渉もマジでちゃんも言うのもみたいな全部持ってく、あの防衛ね、マジで使ったっすね。で相手がゴレとかでも、まあああいう防衛でね、何でも防げると思うので、ちょっとぜひね、皆さんもこのキョスケクローン言うのがだもん、ぜひやってみてください。よければちゃんと声かもお願いします。ではお疲れ様でした。